よろしくお願いします。次は、家から公園まで歩いていくと14分かかって、自転車に乗っていくと15分かかると。ある日、家から自転車に乗って公園に向かった。途中の本屋の前で自転車を降りて、そこから歩いて公園まで行ったところ、家を出てから公園に着くまでに41分かかった。じゃあ、まずは、ここから時間の比考えてあげると、18対5だよね。で、距離が一緒だから、時間の比と速さの比って逆比になると。で、さっきやった問題と同じで、これね、道のりを自分で決めちゃおうってやつ。速さと、時間。だから全体を、これかけこれ。270メートルでしょ。だから、歩く速さって、分速5メートル。自転車、分速18メートル。あ、ね、めっちゃ遅いけど。まあ、計算上は関係ない。これで OK。過去には、家から本屋までの道のりと、本屋から公園までの道のりの比を求めなさい。で、速さ出てて、道のり分かってて、全体の時間分かってる。ね、これも面積って言こうか。最初、毎分18メートルで行って、途中で5メートルになる。まあ、どこで変わったかは分からない。適当に作ると。速さの面積図って、縦に速さ。横に時間。で、面積が道のりになってる。で、これで205。で、こっちが65。だから、ここって5だよね。で、毎分18メートルで5分進んだところが、まあ、本屋があるとこ。つまり90メートルのところで、ね。で、残りは、まあ、270から90引いた。で、家から本屋までと、本屋から公園までの引って、90対180、つまり1対2ってことだよね。